旅行の達人。旅行の達人の愛理です。今回は沖縄そばの名店17選をご紹介します。沖縄そばは沖縄旅行では外せないグルメの一つですよね。独特の麺とだし、柔らかいソーキや三枚肉の絶妙な組み合わせは本州ではなかなか味わうことのできない美味しさです。今回はそんな沖縄そばの名店17選をご紹介していきます。お店ごとに様々な違いがありますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。まずご紹介するのは那覇市にある天トゥー天です。外観はびっしりと甘みツタに覆われた洋館風でおしゃれな雰囲気があります。店内も落ち着いた雰囲気があり、女子旅やカップルにもおすすめのお店です。こちらでいただける木海そばは、昔の人たちが食べていたものを再現した伝統的なおそばです。麺にもスープにもこだわりが感じられ、沖縄県民にも人気の高いお店なんだとか。古代米のおにぎりなど変わったメニューも楽しむことができます。続いてご紹介するのは那覇市にある木海そばとらやです。伝統的な製法にこだわった自家製麺はコシがあり、旨味もしっかりと感じられます。だしはあっさりとしていますが深みがあり、麺とよく合います。そばだけでなく沖縄版炊き込みご飯のジューシーも人気です。ソーキそばとジューシーのセットはボリュームもありますが、ついペロリと食べられてしまう美味しさです。地元の方からも人気のお店となっています。続いてご紹介するのは那覇市にあるシム城です。高台にあり雰囲気が良いお店です。沖縄らしい民家風の作りになっておりまして、広々とした空間が広がっていますが、人気店なのでお昼時には混雑にご注意です。しっかりとコシの強い麺と豚とカツオの出汁がブレンドされたスープがよく合い、上品な味わいです。さらによく煮込まれ、しっかりと味付けされたお肉もトッピングされており、食べ応えのある一品となっています。続いてご紹介するのは本部町にあるやんばるそばです。こちらのお店は常に行列が絶えないとも言われる人気店で、売り切れると終了となってしまうためご注意ください。民家風のお店で雰囲気も抜群です。こちらのソーキそばは大きなソーキが5枚乗っており、見た目からもボリュームが感じられます。濃厚なお出汁としっかりとした味付けで、肉肉しいソーキとの相性が絶妙。最後まで飽きずにいただくことができます。続いてご紹介するのは那覇市にあるスーマヌメイです。住宅街の中にあり、少々アクセスしにくいお店ではありますが、それでもお客が絶えない人気店です。特に優しい味のお出汁はこだわりが感じられる美味しさ。おすすめはスペシャルそばで、ソーキ、三枚肉、テビチがトッピングされた贅沢な一品となっています。それぞれが丁寧に作られており、沖縄の味を堪能することができます。別添えのフーチバーを入れ、風味を変えて楽しむこともできます。続いてご紹介するのは那覇市にある首里そばです。首里駅からも近く、いつも観光客でにぎわう人気店となっています。自家製麺と優しいお出汁の味がよく合ったスタンダードな沖縄そばがいただけます。こちらのスープは澄んでいるのが特徴で、あっさりとした優しい味わいです。毎日でも食べられるような美味しさで、リピーターも多いのだとか。首里そばのトッピングのお肉はボリューム満点ですが、柔らかく食べやすいのも嬉しいですね。続いてご紹介するのは名護市にある宮里そばです。名護市を代表する沖縄そばのお店の一つとなっています。那覇からは観光名所美ら海水族館に行く途中にありますので、ついでに立ち寄りたいお店です。トッピングにもなっている昆布が特徴。素朴な味わいですが、しっかりと昆布とカツオベースのお出汁の旨みが感じられます。おすすめのソーキそばのソーキはしっかりと食べ応えのあるタイプで、麺とスープともよく合います。続いてご紹介するのは恩納村にある中村そばです。いつもお客さんが絶えない人気店です。美味しいのはもちろんですが、窓から海が見えるというロケーションの良さも観光客に人気の理由となっています。こちらの一押しメニューはアーサそば。すっきりとしたスープにアーサがたっぷりと加わり、磯の香りが広がります。三枚肉が乗った中村そばは
甘辛いお肉の味が溶け出した甘めの出汁が特徴です。続いてご紹介するのは沖縄本島南部八重瀬町にあるヤギ屋です。島瓦が特徴的な沖縄の古民家を利用したお店で、どこか懐かしい雰囲気があります。沖縄そばの他にも沖縄の家庭料理がいただけるお店です。そばはソーキそばとアーサそばの2種類があります。あっさりとしていながらも出汁の効いたスープとコシのある麺がよく合います。アーサそばは麺にもアーサが練り込まれており、風味がしっかりと感じられます。続いてご紹介するのは本部町にある岸本食堂です。沖縄本島北部の沖縄そばはスープの味が濃いめなのが特徴で、こちらでもしっかりとした味付けが楽しめます。ジューシーもしっかりした味付けが美味しいと人気で、売り切れになることも多いのだとか。濃いめのスープに合うよう麺も食べ応えのある太麺で、独特の食感が楽しめます。甘みに味付けされた三枚肉も柔らかく煮込まれており絶品です。お昼時には行列のできる人気店なので早めに伺いましょう。続いてご紹介するのは北谷町にある浜屋です。芸能人もたびたび訪れるという沖縄中部を代表する人気店です。海辺の近くにあり、海水浴やダイビングを楽しむ地元の方々からも人気のあるお店。おすすめの浜屋そばは、ホロホロに煮込まれた軟骨入りのソーキがトッピングされています。スープは豚骨ベースでさっぱりとした塩味が特徴です。他店の魚介ベースのスープとはまた違った美味しさを味わうことができますよ。続いてご紹介するのは那覇市にある伝そばです。数量限定の三枚肉そばは、丼からはみ出すほど大きな三枚肉が特徴です。他のメニューもボリュームがありまして、お肉をがっつりと食べたい方にぴったりのお店です。こちらのスープはカツオの出汁がしっかりと効いていまして、味付けも醤油ベースのやや濃いめになっています。別盛りでフーチバーをトッピングすることもでき、あっさりとした後味でいただくこともできますよ。続いてご紹介するのは那覇市にあるソベです。沖縄の古民家を改装して営業している沖縄そばと海産物がいただけるお店です。店内は靴を脱いでくつろげるお座敷になっており、開放的な雰囲気が漂います。人気の三枚肉そばやソーキそばはお肉が柔らかく煮込まれていてボリュームもあります。スープは塩ベースであっさりとした味わい、唐辛子などの薬味ともよく合うスープで、最後まで美味しくいただくことができます。続いてご紹介するのは那覇市にあるカメカメそばです。ローカル食があり、地元の方にも人気のお店となっています。丁寧に作られた美味しい沖縄そばがリーズナブルな価格でいただけるお店。こちらではフーチバーがセルフサービスになっており、ザルに好きな量だけ盛ることができます。独特の風味がありますが、癖になる方も多いというフーチバーをたっぷり楽しめるお店です。続いてご紹介するのは那覇市にあるティアンダーです。自家製麺にこだわっているお店で、太麺、細麺、フーチバーを練り込んだフーチバー麺から選ぶことができます。麺にはコシがありまして、しっかりと弾力があるのが特徴。こだわりの麺と合わせるスープはすっきりと澄んでいて、あっさりいただくことができます。ニンニクコーレグースや練り唐辛子といった薬味が用意されていますので、辛味を足して楽しむこともできますよ。続いてご紹介するのは那覇市にある元祖大東そばです。国際通りから近いところにあり、観光ついでに立ち寄るのにも便利なお店です。大東島の伝統料理、大東そばと大東寿司をいただくことができます。大東そばは麺が太めなのが特徴で、食べ応えがあります。大東寿司は甘めのタレにカジキを漬け込んで握ったお寿司です。大東そばと大東寿司がセットになったお得なメニューもありますので、ぜひ両方味わってみてください。最後にご紹介するのは名護市にある八重食堂です。こちらのお店は麺が平麺で食べ応えがあるのが特徴です。地元の方にも人気のお店ですが、営業時間が午前11時から午後の3時までと短いのでご注意ください。こちらのスープは夜間に入れて提供されますので、好みの量を自分で注ぐという独自のスタイルとなっています。
熱々の濃いめの出汁で麺とよく合っています。たっぷり乗ったトッピングのお肉もほろほろと柔らかく絶品です。いかがでしたか？沖縄には美味しい沖縄そばのお店がたくさんあります。お店ごとに少しずつスープの味や麺の食感が異なりますので、食べ比べてみるのも面白いですよ。ぜひあなた好みの一杯を見つける参考にしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。